一番苦しかったと言いますかねあの本来おいしいはずのご飯がどんどんおいしくなくなっていくんですよそれはすごくラッキーだなと思ってました撮影中どんどんおいしくなくなるご飯がそれはすごくラッキーってなんでって聞いてほしいえなんで？え何それって聞いてほしい おいしくなくなっていくえそれ普段のご飯がってこと？そうそうなんですおいしいと思ってるご飯が、うん、やっぱあの村上を生きていると、うん、どんどん味がしなくなってくるて。やだねそれね。そう全然おいしくないんですよあ。かわいそう。でしょ。<laughs> でもそれをラッキーだと思っている自分がいるっていう。楽しんでるってことね。そうですね。<laughs>